土交通省は今日、中古車販売大手ビッグモーターの札幌清田店で5つの法令違反が確認されたとして20日間の事業停止にする方針を明らかにしました。ビッグモーターをめぐっては車を修理する際、車体にわざと傷をつけるなどして客が契約している損害保険会社に修理費用を水増し請求していたことなどが問題になっています。国交省は今日7月に立ち入り検査を行った全国34の工場すべてで法令違反があったとして事業を停止させる処分案を公表しました。このうち道内では札幌清田店で点検整備料金の過剰請求や特定整備記録簿に一部記載の誤りがあったことなど5つの法令違反を確認したとして20日間の事業停止にする方針です。来週20日にビッグモーター側の意見を聞く聴聞を行った上で処分を決めるということです。